反響言語は、他者が話した言語を繰り返して発生すること。反響動作の一種で、エコラリアとも呼ばれる。反響言語は、自閉症スペクトラムの児童において、全言語機及び言語獲得機に、典型的に見られる。このほか、発達障害、トゥレット障害、失語症、ルビンシュタイン定備症候群、統合失調症、アスペルガー症候群、アルツハイマー病などに見られる。 多くの場合、この現象は収まっていく。また、しばしば視覚障害児にも見られる。不随意に反響言語が現れる場合には、チック症の一種であると考えられる。脳卒中の後にも観察されている。例えば、母親から晩ご飯に何を食べたいと聞かれた子が晩ご飯に何を食べたいとお迎えしに答えることを即時性反響言語という。 これに対し、自閉症の児童が、テレビ CM の気に入ったフレーズや親からの叱責の言葉などを、時間が経ってからも状況に関わらず、繰り返し話すことを遅延性反響言語という。校舎には、肯定的な気持ちを表したり、自らの行動を制御するなど7種類の類型がある。DM リックスの研究によれば、3から5歳の自閉症児は録音された自らの、 発生のみを模倣し、大人や他の自閉症児の発生は無視する傾向がある。精神科医、レオ・カナーは、周囲からは、意味不明に思える言語仕様であっても、本人にとってはその言葉を覚えた時の特定の、事物や場面と結びついており、聞き手がその個人的な体験にたどり着ければ、なぜその言葉を選ぶのか理解することができると述べている。ありがとうございます。